嘆きの亡霊は引退したい。大悟は全部悪に任せたい。の皆さんの反応集。落ち着いた回だったな。構成が独特で面白い。好みによるがリーズの下りはややくどく感じた。上様がまたやべえキャラだ。太ったことを指摘されてキレるガークちゃん、かわいい。リーズちゃんの活躍が存分に見れて素晴らしい。ファイルーズアイさんの開演時最高です。チトリーちゃんの本格的な出番の方も待ち遠しい。敵？味方？マスコット？巨人？シトリースライムの正体が全くわからない。オープニングでシトリーの後ろに立つ怪物かもしれないが詳細不明。オープニングの情報量が少ないのでネタバレ防止になっている。新キャラ含めていろいろ動き出し次回が楽しみ。くらいのしょうもなさがいい感じに出てきたかもしれない。ストグリの頭脳シトリーちゃん、この子も可愛い。やっぱレベルが違うね。ストグリはリーズは一番好きな見てくれなんだけど怖すぎんだよな。クライに対しては可愛いのに、超危険なシトリースライムを逃がして四重気が気じゃない。クライも楽しい。シトリースライム絶対なくしたら買うやつやろ。クライ考えること放棄すな。クライって1ミリも頼りにならんのに仲間から認められてるの不思議なよ。相変わらずリーズちゃんのぶっ飛び具合恐ろしいな。不穏な一味出てきたな。早く続きみたい。今回もシリカットはなしか。感想も特にないし感想はいいかなと思ってた。シーパーと聞き覚えのある声が上シャマだ。しかもヤバい雰囲気がプンプンしてる。好きな上田玲奈さんのキャラが見られそう。お尻のカットもお願いします。今回は PV に出てきた描写が多かった気がする。くらいの評価がなんであんなに高いのか。被害者の声をお楽しみに。影 VS 発狂家は腹女。その格好で戦闘ってやれやれ見せつけてくれるってことだね。時待させてからのパンツも絶意とか、まい、許せねえよ。スライムが秘密結社的なのが後でできてはいたが、ワイが気になるのはスライムがエッチなことをする知能を持っているか、それだけ。リーズちゃんかわいい。結局のところ主人公の言動がいい感じに勘違いされまくるってことで合ってるのかな。それとも本当に予知夢みたいなものを見れてるのか。この辺りの塩梅がいまいちわからない。あとメンバーの強さが青天井すぎてそこもよくわかんなくなってきた。リーズ怖い。マジオープニングの入り神やろ。クライがなくした国をも滅ぼすというシトリースライム、実は作品の枠を超えてプニルって名乗っているのでは。クライはあれだが安定して面白いね。気の分が足りないが。キーの修行シーンすごいあっさり終わったな。まあ確かにかけられる尺もないけど、二人目のやべえやつシトリーちゃんも登場か。どんどん面白くなる。裏で動いてる組織も気になるけど、それより何よりシトリースライム絶対やばいやつでしょ。これ見てるとこれまでのクライの予言も全部マッチポンプなんじゃないかと思えてくる。次回も楽しみ。ティノがリーズによってボロボロになるまでやられてたのか。それとリーズちゃん黙っていれば可愛いし、おとなしくしていれば可愛いんだけどな。それと支部長さんとドンパチしてて本当この人らやばいな。新編突入リーズちゃん回。ティノ尻太ももも良かったけど、リーズちゃんの褐色系引き締まった感じもなかなか。おっさんとのバトルでパンチらなかったのが無念。やばいぞ、リーズちゃんが横で寝てるだけでもうやばい。タイトルからてっきりアーク様にお目にかかれるかと思ったけど、またアーク出なかった。もっと出てほしいな。シトリースライムの行方は？赤社の塔の目的って？物語が動き出しましたね。次週も楽しみ。引き続きリーズ界、ティノに代わって太もも要員でした。とはいえヤバいスライムが不安要素でクライの胃が心配。勝手に深読み勢の過大評価が多すぎて面白い。引きのソフィアも気になる。リーズが出てからティノが不憫可愛いと聞いてたけど、セリフがないという方向で不憫とは思わなんだ。リーズとガーク支部長との喧嘩場面、動きは過程が概ね省略されたやりとりだし、場面の意味としてもあくまでじゃれ合いに止まるけど、それでも迫力があって楽しい。つまりこのキャラクターはことによると、なんかの拍子にじゃれ合いをじゃれ合いでなく本当の殺しに発展させてしまうだろうといった怖さをしっかり感じさせる動きとやりとりとして描けていると思う。良いなと。リーズさん、これだけ良い感じの外見の美少女キャラとのデート場面なのになぜだろう。
およそ可愛いとかそういう気持ちが湧いてこないのは、今回もめっちゃ面白かった。ガキ対音だと面白かった。強者は位の裏を読むからこその勘違い最高。次回も楽しみ。全体的に面白かった。特にゴミのことまで覚えていないくだりとか、ガークさんの衰えがもっと伝わってきたらよかったかな。太ももアニメっていう見方をしていたけれど、普通に面白くない。地位と噂と実績で勝手に裏を読んだり勘ぐってしまったりな、この状況なかなかに心地いいかも。こういう勘違いだけどなぜかうまく回る計作品好き。シトリースライムがどうなることやら。帝都が滅ぶようなスライムなんか作るな、他人に預けるなと。二人が勝手にやってるのになんで主人公のせいになるのさ。というかケツさんのケツがないとか外れかいか。暗いなら世界を滅ぼすスライムでも有効利用してくれるだろうという信頼だぞ。シトリーは割と厄介ことを持ってくる方。単純に帝都がどうなろうとどうでもいい。シトリー、帝都が滅亡したら暗いと一緒に逃げればよい。リーズ。シトリースライムの誕生経緯などはアニメ範囲で語られるから待ってねとしか言えぬ。クライはいろいろ知ってるけど直接全容は語ってくれない。むしろ状況を利用して試練にしてくる。多少のヒントはくれるが読み違えるとひどい目に遭う。このあたりが周りの共通見解で、これまでを間近で知ってる人ほどクライの言動行動の裏の意図を読み取ろうと必死。要するに周囲は位の意図を読もうと無駄な努力をしていると。ゆるい作風は見てて疲れなくていいね。雑でも手抜きでもなく、ちゃんと計算されたゆるさというか。いつオープニングテレビサイズとはいえフルで聞けるのだろう。サビしか流れてない。この作品登場人物のキャラが立っててアニメ制作者優秀よな。ギャグには正直薬ともできないが、不思議に最後まで見れてしまうな。ナンセンスギャグっていうのかね。ストグリのメンツが位を絶対に引退させない理由って原作では説明されてるの？周りに断り入れずに辞表書いて田舎に帰ればいいと思うんだけど、なんで主人公はそうしないんだろう。どこに逃げても絶対追いかけてくるだろうな。位が辞めると嘆きの亡霊の仲間たちまで辞めてしまうからというのも。一度なら偶然かもしれないが、二度三度と続けば偶然じゃないって言えばの感想も。実際には全部偶然でしたってオチなの？偶然なんだけど、他のハンターじゃ達成不可能な仕事をこなしてるから位は本物。どうせまた偶然で解決する。個人的な感想、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第5話全部アークに任せたいの皆さんの反応でした。裏で暗躍していた敵の出現とリーズちゃんとデートする回でしたね。赤社の党が何を企んでるのかきっちり説明してくれたのは助かりましたが、笑っちゃいました。位の前でだけは人が変わっちゃうリーズちゃんの紹介的な感じののんびり回でしたが、位がシトリースライムの心配的な気じゃないの、みんないい感じに勘違いしてましたね。 C パートで出てきたソフィアがヤバそうで、早く続きが見たいですね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では、今日はこの辺りで、また次回の動画でお会いしましょう。